どうも、私でございます。メランドです。なんでメガネ？いや、なんかメガネかけてるとちょっとあんまりよく映ってるのが見えないなと思って。今日はですね、これから久しぶりにミュウミュウのお家、アキバーバーのお家に一泊でお泊りに行きたいと思います。パチ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 。ベビーランドちゃんが生まれてからですね、ナナバーバーのお家には夏休みに行ったんですけれども、アキバーバーはしょっちゅうマンションに来てくれてますので、まあ行かなくてもいいかみたいな感じで一日だけお泊まりなしで遊びには行ったんですが、やっぱりちょっと一泊ぐらいしたいな、なんか夜帰るのめんどくさいなみたいな感じだったので、一泊ちょっとパパがお仕事でいませんので一泊ちょっとさせていただきまして、ゆっくりしようかななんて思っております。今日はそんな Vlog をお届けしたいと思います。ではどうぞ。何をチャンネル登録よろしくやっといて。さて、出発いたしまして、私、運転をしております。朝から今日はベビーがご機嫌が斜めで大変でしたね。寝返りをするようになってから、戻れなくなってぐずることが増えましたね。ね。はいはい、言っておりますけれども。ママがトイレ行くときとか、ちょっとゴミ出しに行ったりするときに、チビランドがベビーを見ててくれるからとても助かります。ね。寝ていいよ。めぇめぇってるね。チビランドも言ってたわ。懐かしい、なんか。昨日うつ伏せで寝てたじゃん、ベビーが。チビランドの赤ちゃんの時そっくりだったよ。びっくりした。そっくりすぎて。なんか勝手にうつ伏せになってうつ伏せで寝てて、なんかだんだん夜とかも心配になっちゃうな。縦画面になっちゃったな。なべしまくんに怒られるかな。チャンネル登録よろしくやっといて。はい、というわけで到着いたしました。今日はお休みの日で高速道路も空いておりまして、スイスイスイッと到着いたしました。それでは荷物の搬入をします。まあ荷物が多い多い。ベビー布団もなかったので、使ってないベビー布団をもう秋葉原家に置いておこうと思ってベビー布団も持ってきましたし、なんやかんやですごいです。本当に一泊ですかみたいな荷物なんで、今から搬入いたします。はい、というわけで到着いたしまして、お昼を食べていなかったのでお昼を食べます。アキバーバも今セブンイレブンのこちらのおにぎりにハマっているそうで、お昼は簡単におにぎりを買ってくれてありましたので食べます。チビランドは相変わらずの熟成イクラ。ほら、チビランド食べなさい。おお、意外でした。ではいただきたいと思います。寝返りしたの。ベビー、ベビーさんが寝返りしてますので。ほら、ベビー、ベビーは寝返り。さっき早く食べちゃいます。はい、食べます。はい、スーパーマーケットにやってまいりました。屋上です。風が強いです。スーパーで一体何を買うんでしょうか。秋葉原に連れて行けと言われたものでやってまいりました。それでは行ってまいります。はい、ベビちゃん、ベビちゃんです。行ってきます。さて、スーパー終わりまして、これから美味しい美味しいお蕎麦屋さんにお蕎麦を食べに、晩ご飯ですね、早めなんですけれども、子連れなもんで早めな晩ご飯、お蕎麦を食べに行きたいと思います。美味しいんだよね、お蕎麦屋さんがね。もうじいじは待ちきれなくて一人で先に歩いて行ってしまいました。ベビーはちょっとお腹が減ってきたのか、ちょっとぐずり始めたんで、着いたらミルクをあげます。では行
ってまいります。はい、はい、お蕎麦屋さん行ったんだけど、あのベビーランドはめっちゃなんかおっぱいあげなきゃいけない時間だったりとかしてバタバタしてたら、なんかお蕎麦の動画とか撮るのすっかり忘れて、そのまま帰ってきて怒涛のお風呂寝かしつけみたいな感じになっちゃって、ちっとも動画撮れない。ちっとも動画撮れなくて、でやっと寝かしたと思ったら、今度秋葉原になんかあの自転車のヘルメットを買ったから、そのヘルメットのなんか補助金の申請をなんかスマホでやってくれって言われて、なんかそれの手続きも今やったりしてたら、もうなんか12時ぐらいになっちゃって、どういうことみたいな感じで、なんか結局なんか何もできてない、自分の時間がゼロ。実家帰ってきてても。というわけで今から歯磨きしてもう眠りにつきたいと思います。明日の朝は秋葉原特製の美味しい美味しいものが出てくるみたいなので、また明日の朝ごはんを撮影したいと思います。それでは一旦おやすみなさい。いいのかなこんな Vlog で。はい、寝ようかなと思ったら、秋葉原ミュウミュウが背中凝ってるだろうからマッサージガンやってあげるよ、あマッサージガンやってあげるよ、あって優しいことを言ってくれたので、補助金の申請をした代償に今マッサージガンをやってもらってます。本当は秋葉原の背中を私がやらねばならないのに、今年老いた母に背中をマッサージしてもらっております。ありがとうございます。あ、じゃあ代わり番子でこの後秋葉原のやってあげようかな。そんな感じで、気持ちいい。そう、このマッサージガンがあのうちに来た時に秋葉原にやってあげたら気持ちいいから欲しいってことで同じの買ったんだよね。うん。これいいでしょ。そう、毎日一人でやってます。そう、自分でもできるしね。ヒデジーもやったんでしょ。そう、ヒデジーも今朝やってあげた。そう、しかもさ、あの揉んであげるよりさ当てとくだけだからさ、うん、こっちも疲れなくていいよね。うん。おすすめです。というわけで、おやすみなさい。おはようございます。とてもちょっと小汚い状態でごめんなさい。というわけで、秋葉原が美味しそうなピザトーストを作ってくれましたので、あ、ミュウミュウが、美味しそうなピザトーストを作ってくれました。これはもう私が子供の頃から食べている、懐かしのお味でございます。久しぶり、こちらをいただきたいと思います。ではいただきます。それを移そう。じゃあ、わー、美味しそう。あ、チビランドちゃんチーズが伸びております。美味しそう。こちらいただきたいと思います。そしてベビーは寝返りをしてます。ベビー、ベビー、頑張って戻るのよ。ムチムチ、いただきます。何なの？チーズが伸びたから怒られちゃった。チーズしか伸びなかった。おいしい。ベビーさんの頭。あ、
めっちゃ伸びてる。こちらにはベビーさんの頭が。美味しいね、チビランド。うん、何してんの？チーズが伸びた。美味しそうなアボカド。はあ、ご飯が作らなくても出てくるのが最高だよ。アボカド美味しいよ。チビランド。チビランド野菜なんでも食べられるけどアボカド食べないね。何が美味しい？この中、ねっとり感。ベビーがまた元に戻れなくて。どうしたどうした、頑張れ元に戻って。戻れる時と戻れない時の差なんだろうね、チビランド。わかんないね、ベビー。うん、はい、というわけで、なんだかんだダラダラして、秋バーバー用事があるのでお昼ぐらいに出かけまして、ヒデジージがなんと冷麦を茹でてくれましたので、冷麦を食べて、その冷麦を撮影するのを忘れるというね、さすが嫁ランドチャンネルみたいな感じなんですけれども。ね、チビランド。今、パパはお家に帰ってきた。すぐ連絡がありましたので、急いでお家に帰っているところでございます。まあ、なんせね、荷物の搬入搬出が大変ですので、でベビーに、まあ、さっきミルクをあげてちょっとおっぱいもあげて、ご機嫌が今良い状態ですので、今だという感じで帰っております。今回の動画はこれにて終了。また次の動画でお会いいたします。